これより明るいものだっていう保証はできないけど、興味があれば他の事件もその辺に置いてあるよ。ニック、これ覚えてる？マーティーの事件の。覚えてる。キリギリスか何かの像を盗むっていう。マーティー・ブルフィンチの事件。イカれた計画だ。マーティーはニックのパートナーだった。だったというところが重要よ。手に負えない人間だってことは確か。今回は結局助けを求めてここに来たし。久しぶりだな。お前の回路から火が出るかもしれないくらいホットなミステリーを見つけてきた。ファニエルホールの上にある変なバッタの像を覚えているか？あの中にメモがあることが分かったぞ。あのシェムドラウンの息子が書いたメモだ。名前を聞いてもピンとこないと思うが、シェムドラウンは銅細工師だ。まだ人が銅細工なんかやってたような大昔のな。どうやらこのメモがその男の隠れ家の場所を示しているらしい。そこに何があるのかはわからないが、まだ残っているのか知りたい。ホールをちょっと調査してくる。またチームを再結成したくなったら教えてくれ。ああ、ファニエルホール。自由の入りかごは菩薩城に変わった。あの音、誰かいる？コレクションか何か作ってるのか？勘違いか。また耳がおかしい。ここには緑のものがない。バケツ頭が現れないかな。保安と方針に努めます。動く退屈だ。紛らわしい雑音。逃げられる。どこにいた？ずっと隠れてるわけには。
ないぞ。
められない人もいたみたいだ。おい、続けて。いや、バレンタイン。あまりハラハラさせるなよ。改めて二人の関係を確かめたい。あんたがそばにいて一緒にいいことができただろう。人造人間として最高の気分だよ。ああ、何もない。分かった。